こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲のチェカウンセズマッチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの四武蔵です。さてね、はい、先日ちょっと大きなニュースが出てきましたけど、あの四季秀部屋の湘南桜がついに引退を表明したということで、このマッチャンネルでもね、何度となく取り上げさせてもらいましたけどね、ニュースにもね、なるほどですから、この幕下以下の力士が辞めてこれだけニュースになるっていうのもね、いやでもないことです。そうですね、まあね、言ってみれば9年くらいで辞めた力士がそういうニュースになるぐらいのね、というのはやはりこう今までの成績っていうのが結局ね、これ3勝238敗もうこういう成績でもう終えたんですね。前人未到でしょうね。まあそれはそうですね、はい、まあ逆にこのなかなか勝てない中で頑張ってきたといえば頑張ってきたんですけどね。そうですね、でもまあある方はね、こういうことを言ってました、はい、あのどうせならね、森うららの記録を更新してほしかった、うん、森うららの記録っていうのは何ですか、うん、森うららはね、なんと38場所連続負け越しだったんですよ、初土俵から、ね、38場所っていうと、6年ちょい、そうですね、それで湘南桜は34場所で結局終わったんでね、まあ、もう少しやったらっていう。そのでもね、森うららの方は、その全敗も何回かはありますけども、まあ、まあね、とかとかね、まあ、今でもあの序の口でね、よく相撲見ますし、そうですね、湘南桜とも何回語ってるんじゃないでしょうか。それで松武蔵の意見としましても、やはりちょっと向いてないんじゃないかって、でもね、もうなんかね、我々もね、そう向いてないんじゃないかとか、ちょっとこう相撲取るのはもうちょっと負けすぎだぞみたいなことを言ってたけども、やめって聞いた時に、なんか寂しかったです。ちょっと寂しいですね。あの一度ね、相撲も見たいななんて、あの、ね、大阪場所の時には見に行きたいなと思ってたりして、そうですね、中でコロナ禍とかがあったりして、ね、我々こう何度となくこうやってますけど、実際見たことないですからね。そうですね。結局ね、最後の相撲っていうのが、あの名古屋場所の13日目だったんですけどもね、三国山さんとの一番がこれなんですけど、こういうふうにね、ちょっともう一方的に、特にね、三国山さんっていうのはもともと幕下の上位にいた力士で、ね、最後の一番はそういうのが多かったですよ ね、この最後の一番に休んでた力士が出てくるっていうのは、勝っても負けても一日取れば、はい、番付が落ちないんでね、そういうことなんですね、大怪我をして休んでても、あの一番だけ取れば、そうですね、まあ、全休ってなるとね、もう次の場所はあの番付外で前相撲からやるんで、にも乗らない、そうですね、ですからあの今回新十両を決めた朝志雄さん、村田自体、はい、もあの、ね、最後に当たりましたよね、まあ、ですからもう6番相撲ぐらいまで行くと、なんか最後には強い人が出てきて、結局もう全敗っていうことが多かったですけども、どうですか、その相撲っぷりっていうのがね、いやもうちょっと一方的っていう言葉以上に、もうこうバババババとされて、そうですね、もう寄り切られ方も俵をまたいじゃったみたいな巻き方してるんで、特にあの、以前ちょっと問題になりましたけどもね、自分からもまついて尻もじついたり、そんなのもありましたけど、ね、まあそこからはね、なんとかこう頑張ってかかっていくようにはになってたんですけどもね、まあでもどうですか、23歳になったのかな、本人もね、もう以前のインタビューではもう辞めたいと思ったことはないとか言ってたんですけど、やはりちょっと先場所終わった後に何を思って、しばらく前から考えてたのかどうかは分かんないですね。そうですね、親方はなんかコメントで、もうちょっと頑張ってもらってみたいな感じでもう言ってましたけども、まあそういう説得もありながらの引退だったんでしょうね。だからね、まあこれから先何をしようと今考えてるのか分かんないんですけどもね、今までやったことっていうのは絶対生きてくるとは思うんですが、まあ、ただちょっとすっごくおとなしい人だっていうのを周りの力士たちも言ってるので、そうですね、でもなんかその先ほどの親方のコメントを聞くと、朝も早く起きて礼儀も正しいし、あのちゃんとこう役割分担の仕事もこなすっていうことは言われてましたからね、やはり正直な話
話この3勝238敗っていうのはもう相撲史に残る記録だとは思うんですけども、ね、まあ、今からどんな仕事に就いたにしましてもね、うん、あの湘南桜の服部さんが今こういうことをしてますっていうことでまた話題にもなりそうですね、うん、まあ、相撲が向いてたか向いてないかというと3勝しかしてないんで向いてなかったんでしょう、うんうん、でもまあこれから先の方が定年まで考えてもあと40年からあるんやからあの長いんでね、なんかこうまあまあ全然あのスポーツじゃないかもしれないですけども、あの向いてる何かを見つけて、うん、そこでまた活躍してくれるんじゃないでしょうか。知ってる人だったら湘南桜、あ、服部桜って言ったら知ってますから、うん、割とあの、でも今度からこう序の口の様相が変わってくるかもしれませんね。今まで正直ね湘南桜にだけ勝てるっていう、そうですね、まあだから東西で30倍ずつぐらいあって、うん、7敗っていうのは毎場所で1人しか出ないんですけども、うんうん、で休場もしないんで、その一人っていうのはもうずーっと湘南桜が続けてたんでね、言ってみれば序の口戦国時代ですよ。そうですね。からは誰が全敗になるかっていう競争になるかもわかんないですね。もうまあとにかく6年間頑張ったいうのはこれは素晴らしいことだと思いますので ね、 ですね、うん。ですからまあこれから元気で頑張ってほしいですね。まあもう一回ゆっくりしてとかではなく、うん、もうすぐに次のことを、うん、始めた方がいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まっちゃんねるでは皆さんからの質問を引き続きお待ちしております。まあ、最近ちょっとたくさんいただいてるんでね、あ、質問をね、ありがたいですね。順番にお答えしてますので、はい、まだかなっていう方も少しお待ちくださいね。本日もありがとうございました。また次回、さよなら。